じゃあ今日は、3分間でちょっと参加します。そうですね、はい、はい、では始めたいと思います。はい、アベンジャースクール朝の部ですね、朝活トレーニング担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、昨日からちょっとやってるんですけども、時間がない方に対して3分間ギュッとトレーニングを凝縮させて、休憩なしでトレーニングをやり続けて、まあ、筋肉をつけるというよりも、まあ、アンチエイジング効果みたいな形で細胞を活性化させて朝心と体をスッキリしましょうというのをテーマでちょっとやっていきます。はい。で、3つの動きを20秒やってそれを入れ替える、3回違う動きをして1分なので、それを3回やります。はい。で、その後に時間ある方はちょっと一緒にストレッチやったりとか、クールダウンも一緒にやりながら体の柔軟性を整えていけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、今日は、お腹周りと、体の軸を作る体幹トレーニングっていう部分をちょっとやってきますので、スタートは肘をついていただいて、こんな感じですね。で、肩幅に手を開いて体を浮かせる。で、肩よりも手が前に行ってしまうと状態が大きくなるので、肘を引いてこのままキープ。ちょっとやってみましょうか。お腹をこのまま上げる。お尻を地面から上げる感じですね。 OK です。で、これが1個目で、2つ目は状態で手を腿の上に乗せていただいて体を上げる。これをやります。で、最後は肘をついて自分の体の方に足を持ってきて伸ばします。そうです。腰が気になる方は手を腰に当てていただいても OK です。この状態で伸ばす。そうです。これを20秒間ひたすらやって1セットずつ変えていきますので、皆さんちょっと頑張って朝からやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、大丈夫そうですか？ OK ですね。はい、では準備します。この状態になっていただいて、こんな感じで四つ這いになって肘つきましょう。では行きますよ。5秒前2 1。はい、お腹上げて、体上げて、足伸ばし、そうです。このままキープしましょう。鼻で息を吸って、口から吐いて、3 2 1。はい、上向きになりましょう。上向きになって向きにします。手が離れないようにずっと体を伝えながらいきましょう。ふう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 1。はい、今度は体を起こして足を伸ばす。肘についていいですよ。そうです。ぐっと伸ばす。そう、1。お腹の下腹部意識しましょう。ふう、もっと膝持ってきて伸ばして、しっかり。はい、OK。また下向きになって2セット目いきましょう。呼吸を止めないように、お父さん、お腹上げてください。そうです。はい、今度は上向きです。頑張りましょう。頑張りましょう。 GO! あ、いいですね。はい、顎を引いて、ファイト。はい、6秒。はい、肘ついて、はい、足を伸ばす。はい、頑張って。高田3分ですよ。
はい。ふう。ふう。いいっすね、ゴー。はい、声出しても体動かして。はい、メシャルキー。ラストです。ラストセット頑張りましょう。そう、お腹上げて、体アップして。そうです。このままキープ。2、1、はい、向きになりましょう。あと2つ、よいしょ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 、ふう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 、止まってますよ。はい、行きます。ゴー、ゾー、ふう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 、足、しっかり地面につけたまま。はい、OK、ラスト。伸ばして、そう、OK。ふう、よいしょ。あーおー、膝しっかり持ってきましょう。ふうふうふう、はい、オッケー。お疲れ様でした。皆さん大丈夫でしたか？一人倒れても起き上がれないです。あー、しんどいっすね、これ。レストって休みがないと、この体をずっと動かしてくれてますよね。はい。はい、それで、ただ今座りっぱなしになっているので、座りっぱなしになってしまうと、やはり、なんて言うんだろう、血液の状況が起こらないので、いわゆるその肥満であったりとか、高血圧だったり、肝臓梗塞だったりとか、そういった生活習慣病になりやすくなってしまいますし、そういう病気は、徐々に体を蝕んでいくので、いきなりバーって出てこないんですよね。なんでこうやって短い時間でも負荷をかけることによって、体が強くなろうっていう形になりますので、短い時間ですけど、朝の3分、一緒によろしくお願いします。3分トレーニングで帰る人はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとこの後は今のトレーニングの、やり方を細かく説明したりとか、あとはちょっと、それに対して柔軟とかをやっていきますので、はい、よろしくお願いします。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。3分で今日は。はい。はい。じゃあ、和田先生だけですか。失礼しますよ。あの、参加しててもいいんですか？大丈夫ですよ。はい。何かリクエストとかあります？え？大丈夫、お任せで。はい、じゃあ。そうですね。ただ、今ちょっと気になったのが、最初の姿勢ですね。この体を支えるっていうところで、このような形で肘をついて体を上げるやつをやったんですけど、これはこのようにお腹が下がってしまうと腰が反る形になってしまうので、ここの反ってるこういう角度になってしまうと、ここだけに負担が来て、トレーニングがお腹よりも腰のトレーニングという形になってしまうので、体を一直線にするようなイメージですね。でこれで負荷が強い場合は膝ついて OK です。こんな感じで肘を引いていただいて、片足ずつ伸ばしましょう。ちょっとこれやってみましょうか。そうです、肘ついていただいて、膝もうちょっと、股関節の近くにご自身、ああそうですね、でそのまま肘ついて、肩幅以上にちょっと足広げます。はい、でその状態でその姿勢を維持したまま、頭を少しまっすぐしていただいて、足を伸ばす。後ろに伸ばすようなイメージですね。あ、いいですね。上に上げるというよりも、まっすぐ後ろに。そうです、そうです。そうすると、この辺わかりますか？お腹の負荷がかかっている感じですね。で、ちょっとキープします。1、2、3。5、6、7、
はい、OK です。で、今度逆行きましょう。今の状態で、反対側を伸ばします。そうです。いいですね。上に上げるというよりも、後ろに伸ばすようなイメージで、はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK です。で、これを踏まえた上で、さっきの形を取っていただいて、膝を今度は伸ばしてみましょう。このままキープします。そうです。あ、いいですね、いいですね。そうです、そうです。で、ちょっと下を軽く向いて、頭を少し下げて、あ、OK。そのままちょっとキープします。1、2、3、4、5、6。お尻をちょっとだけ上げて、そう、OK。はい、もうちょい頑張りますよ。5、4、3、2、1。はい、OK です。結構きついですね。はい。ちょっと音声、ミュートを解除していただいて、今のでなんとなくイメージがつきましたかね、お腹と。あんまりついてない感じがするんですけど。どの辺がきついとかありますか？あ、いや、どの辺がきついとかはないですね、今のと。あ、本当ですか？だいぶまだじゃあ問題なさそうな感じですかね。あ、そうかもしれないです。もう気持ちいいですね。そういう場合は時間を伸ばしたりとか、あとはちょっと手を開いたり、はい、足を開いてあげると結構分かりやすいので、うん、ちょっとそれで一回だけやってみましょうか。はい、OK です。じゃあもう一度さっきの姿勢取っていただいて、こんな感じで肘のまま下に手を置いて、で両足を少しだけ開きましょう。肩幅ぐらいにしましょうか。で足を伸ばして一回ペタッとしましょう。でこのまま体を上げる。で肘もちょっと開きます。こんな感じですね。で、このような腰が、お腹が下がらないようにして上げます。そう、上げて、もうちょい上げましょうか。そうです、そこでキープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、OK。 こうするとなんとなくイメージつきますかね。大丈夫ですか？でもすごい、小泉さん、女性の中でもしっかり姿勢がコントロールできてるタイプなんですけど、お腹がちょっと落ちやすいので、意識がちょっと、なんていうんですかね、お腹、腰周りに、体幹周りに刺激が入りづらい。はい。こう、重力に負けてお腹が下がっちゃうと、こういう姿勢になっちゃうので、体が前に行ってる状態と一緒だなんですよね。この姿勢立たせてあげるっていうのがポイントになるので、重力に対して上に軽く、まあ、引っ張るというか押し上げるようなイメージをつけると、ここが安定して、はい、ただここを一つの箱って考えてしまうと体全体が固まっちゃうので、まあ、ちょっと難しい話になってくるんですけど、ここのイメージですね、体のイメージ、一番わかりやすく言うと、昔背中にこうこれなんて書いてあるって字書いたりするじゃないですか。 あれって今やると多分ほとんどわからないんですよ。なぜかっていうと、背中の感覚がかなり薄れちゃってるんですよね。それボディイメージっていうんですけど、ボディイメージがなくなってしまうと何が起こるかって、この手足ばっかりに力入ってしまって、自分の体がどう使われてるかっていうのが分かんなくなって、体がちぐはぐ動いちゃうみたいな状態になるので、それはでも運動学習の上では最初は皆さん通る道なんですけど、こうやって刺激を入れていくとそれが学習が早くなるので、
疲れにくくなったりとか、さっきこの前言ったように、しっかり運動すると筋肉痛だったりとか、その筋肉に対して負荷がかかっているので、そういう状態を少しでもこう継続してやっていくと、それに耐えられる体になってきますので、非常にいいと思います。はい。で、プラスアルファ、まあ、今日ちょっと負荷も高かったんで、朝の部分ですね。体使った分、もう一つのポイントとしては柔軟性ですね。柔らかさっていうのが非常に大事になりますので、そこは最後ちょっと一緒に、今日結構この体幹まですると腰周りもきつくなりますので、そこをちょっと一緒にストレッチしていきましょう。はい。はい。では、両足を伸ばします。で、手をついて、後ろに引く。で、両手を膝の上に乗せて、そうです。で、この時のポイントは、こういうふうに体を丸くしないようにして、なるべく自分の目線を上げていただいて、遠くを見ます。遠くを見ながら、遠くに手を伸ばすような形を取ってあげると、裏がより別に前に行かなくても伸びると思います。はい。そうですね。ぐーっと伸ばしていきます。で、この時のポイントは、鼻で息を吸って、口から吐きながら、ふーっと。弱く吐いて、吐いて、吐くことによって脱力していきます。はい、OK です。では次は、開脚します。足を広げていただいて、そうですね。で、こちら、もう広げる時点で内側少し伸びるんですけど、両手をつけていただいて、後ろにお尻を引きます。そうですね。あ、OK です。そうすると今みたいに骨盤がこうやって立つんですよね。骨盤を立った状態をしっかり作ってあげるっていうのは、その猫背の解消だったりとかっていうのがポイントになりますので、これをしっかりやった上で、右手でつま先をタッチ。伸ばしていきましょう。いいですね。なるべく自分の耳の横から腕を持ってくると、よりこのお腹周りも伸びてきます。はい、結構です。今反対行きましょう。左で右手を持っていきます。OK です。では、今度は右足を伸ばしていただいて、左足を乗せます。で、このままお尻を伸ばしていきます。右のかかとをご自身の方に近づけます。で、そこからまた手を後ろについてお尻を引きます。そうですね。そうするとここが伸びてくると思います。で、ご自身の今足がこういう風に形になってしまっているので、膝とつま先をまっすぐしましょう。そうです。そう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 です。そうするとここが余計伸びてきます。で、かかとがお尻に近いほど伸びてきます。しっかりかけて。で、そのままこっちの足を下に畳んじゃいます。こんな感じですね。そうですね。で、右手を引っ掛けていただいて、前からですね、こんな感じで。で、左手を後ろにつけます。こういったような状態ですね。右手を前から。こっちに、こっちですね。膝の逆です。こっちです。自分の右の耳で、ここを押す感じですね。どうですか。手を今こうまっすぐ向いた状態から、そうそう、こっちの手を右手万歳していただいて、で、クロスする。
あ、そうです。OK。で、左に向きます。そうです。そう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 。そうするとお尻を、右で膝を押すとお尻が伸びて、お腹周りも伸びていきます。はい、OK です。今度反対行きましょう。左足伸ばして、右足を曲げます。膝の上に乗せる感じですね。そうです。で、左のかかとを頭脳に近づけます。そしてお尻を引く。はい、いいですね。そのベルトつけちゃいましょう。よいしょ、こんな感じですね。で、まず真正面向いていただいて、左手をかけます。前からかけましょうか。こんな感じで。あ、そうです。で、肘でグッと押して、右側に持ちます。そうです。そうするとお尻が伸びていきます。はい、OK です。次はですね、両膝を立てた状態にしていただいて、バンザイをします。で、頭をつけていただいて、膝を左右に倒す。1、2、3、腰のストレッチです。4、5、左右で行きにくい方と行きやすい方を感じながらやりましょう。行きにくい方を多くやっても OK です。はい、やっと行きましょう。はい、OK です。はい、大丈夫でしたか。はい、じゃあ一回音声ミュート切っていただいて、はい、ご参加ありがとうございます。今日朝会社の3分間いかがでしたか。あれ、きつかったです。お腹がちょっとなんか、ええ、きましたね。きつそうですね。あれだけ3分間刺激を入れ続けると体が、この筋肉がエネルギーが足りないみたいな感じになって筋収縮がずっと起こるので、もう熱くなったりするんですけど、まあそういう負荷を入れるっていうのも非常に大事でして、朝しっかり入れることによってエネルギーが全てそれで体の方に向かっていくような形になりますので、無駄に溜め込まないって形になりますし、はい、ここはまあ3分間の運動負荷はご自身の強度、やり方によって少し変わりますので、はい、皆さんでやるんで、まあ、ちょっと一緒に頑張るみたいな形になるんですけど、今は怪我がないような形で続けてやっていくことが大事になりますので、またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。リクエスト等ありましたら、こちら動画、また YouTube に上げますので、先日の動画もご覧になっていただいて、本当にありがとうございます。はい。はい、なのでまたこちらの方でもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日は以上になりますので、またの、はい、ご参加お待ちしております。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。